今日は何曜日？今日は2018年9月26日水曜日だそうです。シリさんに聞きました。というわけでですね、昨日は GoPro Hero 7 Black、シルバーホワイトの発表会に行ってきました。今こう撮影しているのはですね、この Hero 7 Black、そこで配布されて、僕がもらったものと言えればいいんですけれども、実際は、配られたのはですね、今つけている、GoPro キャップ、これをヘルメットの下に装着してるんですけれども、それだけですね。これですね、わかりますかね。で、今撮影しているのは GoPro Hero 6なんですけれども、まあ、Hero 7の特徴といえば、ジンバル殺し、ギンバルキラーと、ニック・ドマーさん、CEO の人が言ってましたけれども、まあ、それはね、カニバリズムというか、自分のところの製品を食い殺してしまうことになるんじゃないですかみたいな質問を誰もしないので、僕は後で、この CEO がテレビインタビューを受けた、直後の隙を見てですね、質問をぶつけて、まあ、その後セキュリティの人に怒られてしまったんですけれども、まあ、とりあえず質問をぶつけてそれに答えてもらうことはできたので、それをまとめた記事を今書いてるところです。まあ、内容的には、まあ、普通のビジネスですね。まあ、パーマグリップが、これから売れ行きどうなるか注視しておいて、まあ、しばらくは生き残るんじゃないのみたいな感じでした、ね。だけど今日の天気はあれだな、不安定というか先が読めないというか、予報だとね、もうだいぶ後にあと 2,3 時間ぐらいは天気が持ちそうだったんだけど、ちょっと残念な感じの天気ですね。まあ、雨としては霧雨、まあ、そんな激しく打ちつける感じじゃないので、自転車で走るぐらいはなんとかできるかな。でそこで少し役に立っているのが、ね、この GoPro、キャップ野球帽、これで、少しヘルメットの隙間から入ってくる雨風を防ぐことができそうな感じ。であとね、あの Hero 7 Black、シルバーホワイトの現物を触ることができました。それで撮影自体ができたわけではないんだけれども、ほとんどフォームファクターはそのボディ形状、あとマイクの位置、とかはですね、まあ完全に、Hero 6 Black と一致してます。じゃあマイクのノイズをどうやって消したかっていうと、メンブレインというあの、この外装部分ですね、でそこの工夫をしたみたいなことを言ってました。で発表の中で機械学習とか AI とか、ディープラーニングとか、そういう話は一切出てこず、まあ、ただソフト的にいろいろな不具合を解消して、例えば
音質、まあ、これまでは、高域が出ず、こもったような音になってるんですけれども、それが、適正な、イコライジングバランスになってたりとか、あと中田泰孝さんが指摘した通り、音量が上がってるとか、そういうものは、あるみたいです。あとね、こう皆さんからいただいてた質問に答える形で言うと、セッション、これはもう完全にカタルから消えてなくなりました。あと何かな、その安定化、手ブレ補正が 4K でちゃんと効くのかどうか、これは効くっていうことだよね。問題はないと思います。あとは何だっけな、ちょっと後でチェックして、質問されたことがちゃんと答えられてるかどうかというのを見たいと思いますけどね。まあ、とりあえずカーマグリップ、まあ、しばらくは続けますよみたいな記事は書こうと思っております。はい、しかし相変わらず降ってますね。これなんか事故だったのかな。パトカー、救急車らしきものがありますかね。で、昨日は、まあ、YouTuber 枠としてですかね、プチキョーオチューンも、発表会に参加して、でそのレポートも上がると思います。あとムシャさんとかね、シンギさんとか、あのエンガジェット、ギズモード、あのあたりで、レポートも上がると思いますけれども、僕はまあ、あのヒーロー7についての記事はもう2本上げてるんで、ニクードマンさんに聞いたことを、まあ、中心にまとめる感じかな。
で、マイクのね、スペードコートとか、あと、あ、そうそう、オーディオアダプター、ダイムマイクを使うオーディオアダプター、これ全く同じだそうです。あそこのインターフェースの中の構造も、全然前と変わらない感じで。まあしかしずっと降ってんな。困った困った。